今日は、暑い中急にスコールも降りましたね。私あの濡れました。あのね違うの、あのね、あの来る時に雨降ってて、自分の家の近くがで、はい、これ降るなと思って電車で来て追い越したの、雨を追い越したの、ね、だからね来るの分かってて、で着いてちょっとコンビニに用があって、あともうちょっとで、あともうちょっとで来ると思った時にコンビニがめっちゃ列並んでて、どうしようどうしようどうしようと思って出た瞬間髪がガーってなってバーって降ってきて間に合わなかったっていう話。間に合わなかったって話です。そう、スコールにねちょっと追われてきました今日は。はい、3曲ねもうやりましたけれども、2曲はあの私普段結構英語を歌うのが好きで、であの R&B が好きで、あのちょっとこういう選曲をさせていただきました。いかがでしたか？わー、結構どうも疲れるな。ありがとうございます。ありがとうございます。1曲目が映画のシングのトリケリー、日本人はミーシャさんが歌ってる Don't you worry about a thing っていう、もともとスティービー・ワンダーのワンダーさんの曲なんですけど、はい、これは R&B って言っていいんですかね、ソウルですかね、はい、の曲を、歌わせていただきまして、よく歌ってますこれ。で、2曲目がアリアナ・グランデの Dangerous Woman って、結構上位3位以内に入る、ちょっと選べないんですけど、はい、曲を歌わせていただきました。で、3曲目は私のオリジナル曲、あの配信中なので、もしよかったらどこでも聴けるのでチェックしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。イエイ。はい、では今日はね R&B をテーマにあの持ってきたので、次の曲なんですけど、R&B の王道といえば、皆さん何浮かびますかね。私はこれが浮かびましたので、私の尊敬する愛してやまない宇多田ヒカルさんのファーストラブを歌わせていただきたいと思います。
多田ヒカルさんの曲はほぼ全曲歌えるので次は何にしようかなって感じではい、では次の曲で最後になります。今日は皆さんね、最後までね楽しんでてもらえたらと思います。次の曲はですね、まあちょっと息切れになる曲ばっかり選んできちゃった今日次も映画の主題歌の、主題歌じゃないわ、劇中歌の曲で、Greatest Showman の This is me じゃなくて、じゃなくてごめんね、あれまだ覚えてないその Never Enough っていう曲がすごいいい曲なんですよ。はい、それを聴いていただきたいと思います。皆さん今日は、私の時間お付き合いいただきありがとうございました。引き続き楽しんでてください。 OK Never Enough。I'm trying to hold my breath. Will it stay this way? Can I let this broken chain?Instead of a dreaming, get it alive. Can you feel it echoing? Take my